続きまして、マックスこと、マサ・カイトさんによります。アイライク和菓子です。マサさん、よろしくお願いいたします。Taste,
beauty, history, culture, and significance for a long time. I believe that Welsh will continue to be an enduring part of Japan's Welsh culture. Thank you for listening. I'm probably not the best person to comment on this speech. I'm not really a big fan of sweets in general. But I thought it was very interesting, the whole history behind it and how you track the evolution of it and how during the war time it wasn't really spread that much, but then during peacetime it spread even further, which kind of shows that when people are busy fighting each other, they can devote time to doing things like trying new cooking techniques. And also the fact that it changed based on introduction of new techniques, new ingredients from Europe or from other countries. It's very interesting to see how food culture evolves over time. And also the fact that there are all these different versions of it depending on the season. I think that's something Japanese food does better than many other food cultures, is it has food that's used to reflect certain seasons. So I think that's a really unique aspect. Very informative speech, even for someone who's not really interested in sweets. So thank you. 学院長コメントお願いします。和菓子を研究するっていうのは本当に面白いんですけど、和菓子と洋菓子の違いって何かっていうと、洋菓子は動物性のものに関して感じるんですよね。和菓子は植物ですよね。なんで日本人がすごかったかっていうと、キムが今説明したように、植物の世界からいろんな、最初の甘味、甘いものを、粒を切って、その粒から絞り出したもので甘味を取ってたんですね。だからそういう日本人の知恵というのが、健康とか、すべていろんなのを考えて、そしてできた日本の料理っていうのは、おそらく和菓子を食べてるときはよかったけど、洋菓子を食べ始めてから、日本人ちょっとダメになったのかもしれない。だって、いろいろチョコレートもあるじゃないですか。なんか、わかりげこりがとか、何かとか、入れがとか、いろいろあると思うんですけど、日本のやっぱりお菓子の凄さっていうのを、もう一回見直してくださいっていうような、もう江戸時代で老舗の、ね、社長さんみたいな感じで今日言えますけど、やっぱりすごいメッセージだったと思いますね。ずっと長い子時代をずっと生きてこられて、そういう和菓子の世界から戦争の世界から全部分かってらっしゃる、僕の大大先輩と来てらっしゃるんですよ。古希圭介先生の方なんですけど、コメントをお願いします。すみません、私最後までは聞いていけないんですけど、5人の方の今お話をお聞きしました。びっくりするような成長ぶりっていうのか、たった4ヶ月しか学んでないですよね、この人たち。さっき、ある15歳の、もうまさに中学生の、方が、お母さんの感想で、お母さんが涙ぐんでも何も言えない、こういうのが私の感想だと思いますが、戦争の話も出ましたし、今日本全体を見ると、政治の世界、経済の世界、教育の世界、すごく劣化していると私は感じています。今の私、5人の方の話だけを聞いただけでも、これは若い人に期待してもいいのかなというふうに私は感じています。もう私は、好奇心だけで生きてきて、1943年の生まれですので、もう80歳になったんですが、私は好奇心というのは必要だと感じたのは、自分でリュックサックを背負って、ネパールを3ヶ月、学生時代に歩いた、これが私の人生の基礎になっています。IBS の、先生方っていうのは非常に偉大なリーダーだなと思うんで、たった4ヶ月でこの素晴らしい学生にしてくれるという、1年もすればどんな学生なんだろう、1年後私はいつまた卒業に来年の3月の末にまた卒業式に出たいと思いますが、その成長を楽しみにですねしておりますので、だから6ヶ月間ぐらいぜひ頑張ってやっていただきたいなというふうに思います。ありがとうございました。